られていて、市民の皆さんからの野菜とかいろんなその持ち込まれたものの、もちろん保健所の特定をしていると思うんですが、それについて最近の何か、やこの間の、皆さんに伝えて情報がありましたらお知りになりたいと思います。はい、私は白川の方で市民放射能測定所の運営にも、関わっています。そうですね。やはり福島は、農家、生産の農家さんも多いですが、自分の家で栽培をして自家農園で自分の家で作った野菜を食べているという方もたくさんいます。自然が豊かなので、ちょっと山に行けば山菜も取れますし、タケノコも取れますし、マツタケも取れます。私も震災前までは、近所の方にお裾分けでマツタケもらったりタケノコもらったりして、本当になんて素晴らしいところに住んでるんだろうってこう思いながら暮らしていました。それが今ではこれは食べれるかな、ちょっと測りに来たんだって言って不安そうな顔をして測りに来る方がたくさんいらっしゃいます。本当に悔しい思いをしています。その中で一つ私がとても印象に残っているのは、小規模の農家の方で、農協には入っていらっしゃらない方が、自分の土で作った大豆を2種類持ってこられました。でその大豆は、30から50ぐらいの値が作れてたんですけれども、その方は農協に入っていないので、これまでも、自分のお金で自分で、測定機関に持ち込んで測っていた。でもやっぱりその専門の研究の測定のところに持っていくと1万円とか1万5000円とかするんですね。で市民測定とかできたからって言って、私が500円でやってるんですけれども、持ってこられました。そしたら出てしまったんですね。でその方に結果をお渡ししたら、その検査結果を見てしばらくこう無言で立ってらっしゃるんです。で外いろいろ話をお聞きしてたら、その小規模の農家でその賠償も自分でやらなければいけない、賠償の申請の協会で立ってくれないからということでした。でその方は自分で東電に電話をして、区域外、避難区域外でこの掃除が出てしまったので自分は反対をできないと思っているので保証してほしいという電話をしたときに、担当の人から一応書類を送ってくださいね、でもどうなるかは分かりません、また受けない可能性が高いと思いますがみたいなことを言われたと。でその方は自分の良心、良い心に従って、その30から50っていうものを人様には食べさせたくない、自分も出したくない、でもこれを出して自分が売らなければ食べていけない、故障がこんな状態だから出るかどうかも分かんないし多分出ないと思うんですって言って、その結果を見ながらもずっと立ち尽くしていらっしゃるんですね。もう本当に私も何気持ちいいのか分からず、一緒になんかこう無言で立っていたんですけれども、きちっと保証が賠償がされていればそういうことで悩む必要はないんですよね。全量できちっと買い取りをしてきちっと賠償されれば、そういうところで悩む人はいなくなるんです。あと去年とかは500が基準値でしたから499まで出せばいいんだって言っている農協の方も実際にそういうのが出されていました。でもそれが本当に大丈夫な数字なのか、そういうことも含めて本当に根本から考え直されている、命の問題なので経済の問題じゃないんですよね。ということを本当に最初に立ち返って考えなければ、本当に苦しむ人がたくさん出てきてしまう。でそれによって自ら命を絶ってしまった農家の方や農家の方がたくさんいます。本当に悔しくて悔しくて仕方がありません。いろんなことの責任が曖昧にされ、責任を取らなければいけない人が責任を取っていない、そしてまだ再稼働、原発の再稼働をする、同じような形でどんどん進めていきます、原発を輸出する、そんなことが許されているから何も変わらないんだということを改めて思います。私は福島原発国訴団ということで刑事告訴をしています。東電の法人としての東電と東電の役員と、あと事故を規制する立場にあった規制監督庁の役人たち、山下俊一さんたちを告訴しているわけですけれども、きちんと危険な捜査をしたりすれば、私は、全国の原発は既に動かすことが全くできない状態に陥るんだというふうにも思っていますので、ぜひ皆さんもこの告訴と運動にも加わっていただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。
それを皆さんに、そして文科省に向けて知ってもらいたいので、お願いします。皆さんこんばんは。福島県郡山の森園です。久しぶりに1週間自宅でゴロゴロする時間をいただいて体を休めてまいりました。ありがとうございます。本当に今日もおまわりさんも公安の皆さんも出てきていただいてお疲れ様です。でも一番疲れてるのはここに本当に心を痛めて集まってきてくださってる方です。本当にお疲れ様です。毎週毎週ありがとうございます。で今日はもう朝一番から新幹線に乗る前の一番からもう なんというかひどい病気、ひどいっていうかもう何も言えない別の場面を見てきたんですが、それは前に福島県郡山市、ありがとうございます郡山市駅前大通りが 0.89、0.9 マイクロシーベルトあるっていうことでその映像を流したと思うんですが、その大通りで今朝9時半ですよ、おみこしを小学生、幼稚園生が引いて歩いているんです。大通りの全部通行止めをして屋台が出て朝9時半、10時前にもうすでに20人ぐらいのお子さんが大人たちが見守る中で 0.9、0.8 マイクロあるところをみこしを引いてニコニコしながら歩いているんですね。もう絶句をしてしまってここまでやるかと、何を考えているんだ郡山で。その中には小さいまた生まれて間もない赤ちゃんを抱えたお母さんが見てニコニコしてらっしゃるんですけど、どこまで本当に知ってらっしゃるのかな、この数値がどういうことを意味しているのか本当に分かっているのかなって、もう悲しさを通り越えて、いかにも通り越えて、なんか自分だけが宇宙人になったようなそういう空間を経て今日東京に来たんですけど、あとちょっと友人が小学校の先生を福島県内でしてまして、彼女は一人で戦ってるんですね。その彼女がもうついにやっぱり疲れてしまって今年度で辞めると、教師を辞めますと決意してしまいました。でずっと校長から肩たたきが続いていて、意地悪が続いていて、もうやはり無理だなということで、で今回子ども被災者支援法、福島原発事故子ども被災者支援法というのが法律になって、その内容をこれからどんどん深めて詰めていかなければいけないんですが、そのことに、ね、何を一番期待するか、何を盛り込んだらいいかということを彼女に聞きましたら、ちょっと悲しいんですが、もう今子どもたちにもマスクをしたり、あといろんなその生活指導をしても聞いてもらえない状態になってしまった、とても悲しい。なので最終的にはもし何か起きた時に彼らの健康について真剣に考えてくださるお医者さんをね、この福島に呼んでほしい、連れてきてほしい。その健康管理、健康管理というよりも健康を守ってくれるお医者様たちを一人でも多くこの福島にということを今朝メールで送ってくれました。なんかとってもやってないというか、こんなね鈍感な大人たちでいいんですか皆さん、ね、命がこれほど軽んじられる世の中ってもう戦時中と一緒と日々聞かされてますけど、今は戦時中と一緒だよ、日本がやってること、国がやってること、政治がやってること、申し訳ないんですけど警察が対応してる態度、戦時中と一緒じゃない、そこにマスメディアが乗っかって垂れ流す、いくら民放の方々は電力会社からお金をいただいて CM 料をいただいていてもジャーナリストです。一応ジャーナリストではないですか。それがいつまで経ってもただただ嘘を垂れ流す民放でいていいんですか。
に NHK さん、私たちから受信料を取っています。 ETV の中でたくさんいろんな情報を開示してくれるようになってきました。でもそれは夜夜中です。昼間にやっていただきたい。朝昼晩とやっていただきたい。そうしなければ国民は気づかない、見ない、わからない、知らない、見たくない、聞きたくない、このジレンマの中で生きていく、この本当に命を過労にした中でしか生きていくことができない、そのことを強く感じています。ぜひぜひここに集ってきた皆さんは、変えられたら一人でも多くの方に話を伝えていっていただきたいと思います。ここに毎週来ること素晴らしいです。でももっと一歩出て、友人、知人、親戚、日本中、世界中のお友達に今のこの現実を伝えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にそれだけ福島が抑え込まれているための疲れであり痛みだと思います。毎日毎日のことだということです。それだけで核の被害を絶対に明らかにはさせない、原発を続けるためにはそうするんだ、国の意思、世界中の大国の意思、それをマスコミも含めて私たちは変えていかなければいけない、そういう時代になっているということが本当によく分かりました。ありがとうございます。続いてまさにその変えるための戦いとして、初回裁判1日仙台高裁でいよいよ再開されるかどうかの審議になります。それに向けて私たちは最後の追い込みということで、今週山下俊一を法廷に呼ぶことをはじめ、呼ぶアピールをはじめ、さまざまな追い込みをしました。それを高裁弁護士から報告とアピールをお願いします。はい、弁護士の高裁と申します。この裁判は先ほど森園さんが言われた通り、見たくないものをきちっと見ようと、そういう裁判です。そうでないと、私たちは子供たち、今の子供たちに対して大変な責任を負うことになるからです。もう皆さん、これをお家の皆さんはご存知だと思うんですが、停戦の疑惑の問題については、小さなところでいろいろな学者さんが発言をしております。ただ残念ながら、そういう声が大きなマスコミに乗らない、また乗ってもそれを読もうとしないということで、なかなか広がりません。しかし、真実はどこにあるかということになれば、それはやはり、私たちが見ようとしないとやっぱ真実は見えてきません。それを無理やり見ようとするのがこの裁判です。辛いですとやらなければなりません。去年の6月にこの裁判は提訴されましたが、12月に郡山支部で訴えを却下する決定が出ました。その理由は例の100ミリシーベルト基準を指しているわけで、当時は まだ12月の段階では100ミリシーベルトっていう100ミリシーベルト基準というのはかなりの、有力説というか、ほとんど重圧的な力を持ったと思うんです。ところがその後、福島県自身が行った福島県民を安心させるということで行い始めた子どもたちに対する甲状腺検査が、とんでもない結論を出すようになりました。約8万人の子どもに対して今甲状腺の検査が終わっているんですが、総数にして約 40% の子どもに5ミリ以下の脳胞、結節、あるいは20ミリ以下の脳胞が発見されています。この結果というのは、世界のどの甲状腺の医者、あるいは放射線の医者に聞かれても、それはおかしいよと、何かあるよと、きちっと検査をしなくちゃいけないよという数字です。もちろんその検査の方法は非常に難しいんですけども、少なくとも問題がないということで跳ね返すことができるような数字ではありません。こういう結果が出てきたというのは、この裁判が長引いていることの一つ のプラスの面なんですが、ただ裁判が長引くことによって、それだけ子どもに対する被害がどん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 前に立っていっています。私たちはもうあまり時間は残されていません。できるだけ早くこの結果について学者が公の場できちっとした議論をしてほしいと思っています。そのための手段として、私たちはこの裁判で、10月1日の裁判で、この問題について、いろいろ考えている学者さんがいるんでしょうけども、その学者さんを呼んで
箇所でそれぞれの意見を聞いてみようよと、それで自分たちはどちらの考えに立つのが子どもを完全に確実に守れるのかを判断しようよということで、この10月1日に向けた運動をしております。とりあえずこちらとしては、琉球大学の矢ヶ崎教授、それから北海道の松崎医師、それから、神戸大学の山内先生に裁判所に来ていただいて、甲状腺の異常の問題、それから内部自覚の問題、それから女性の効果の問題について、マスコミや政府の学者が言っていることが本当に正しいのかどうかということについての意見を述べてもらおうと思います。ただこちら側の先生だけの意見ではやっぱりおかしいので、それに対して違う意見を述べている、代表者である山下俊一さんにも来ていただいて、そこできちっと議論してもらいましょうということで、裁判所に今そういう申し入れをしております。本当に裁判所はこの問題を真剣に考えようとするのであれば、私たちの申し出にきちっと答えていただいて、本当に公開の場で、公の場できちっと冷静に議論することを、進めてくれると信じております。そのために、ちょうどこういう運動をすることについて、いろいろな署名活動をこの1週間で集めているんですが、日本語の署名、それから中国語、英語、それからスペイン語、フランス語、集まなかったと思うんですが、すでにネットだけでも6000通の署名が集まってまして、あと文書の署名でも2000通近くこの1週間に集まりました。本日もその署名活動をやっておりますので、どうかまだ署名されてない方は、本当に1分間の自分の運動でいいわけですから、署名をお願いいたします。そして、10月1日に向けては、この裁判について関心を持ってくださっている方が、マイクロバスを借り切って仙台に特幹旅行で行こうと、朝立って裁判の傍聴をして、傍聴というか支援をして、その後仙台でいろいろな学者の集会を開いて、で向こうを5時ごろ立って東京に6時ごろ、11時ごろ帰ってこようという、そういうバスツアーを計画しております。かなり定員いっぱいになってきてるんですが、まだ10席ぐらい余裕があるようですので、もし10月1日、時間があって、よし行ってやろうと思われる方は、今日申し込んでいただければ、なんとか、まだ余裕があるようですので、ぜひ仙台においてください。仙台っていうのは、仙台の裁判というのは3人の裁判官でやられますが、その構成というのは60代の裁判官、それから40代の裁判官、30代の裁判官ということで、でバランスはどうですか。バランスはどうしてるんですか。残念ながら全部男性です。これがどういうふうな形で映像が出てるかは分かりませんけども、こういうふうな支援活動はできれば女性の方が来ていただいて、男性に訴えた方が力があるので、10月1日もし時間に余裕がある女性の方がおられましたら、バス旅行で若干、大変ですけども、ぜひご参加ください。それと、今日、先ほど宋さんも言った通り、この裁判を紹介する本が出来上がりました。ブックレットです。柴哲也さんの漫画が表に書いてあります。1冊500円なんですが、裁判の支援にもなります。裁判闘争の活動資金にもなりますので、しかも、最新の科学情報がきちっと載っておりますので、ぜひお買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ次に、この裁判の弁護団長の柳原の方から、少しお話をさせていただきます。こんにちは。弁護団の柳原です。今日は寒いのでいっぱい服を着てますが、皆さんも寒い中ありがとうございます。ご苦労様です。実は今朝夜中の2時に仙台高等裁判所に山下俊一氏を法廷に呼び出して証人尋問することを申し入れる署名を提出しました。本来この裁判は非公開の迅速の仮処分という手続きですが、そのためこれまで山下俊一とか証人尋問は予定していませんでしたが、今年になって甲状腺検査の結果は異常な事態が福島の子供に出ていて、その異常な事態の最大の原因である張本人である山下俊一のことを、彼の言動、
さんの振る舞いをきちんと調べなければ、福島の子どもたちの現状の危険な状態を正しく理解することは不可能であるというふうに私どもは確信しまして、仮処分としては異例ですけども、しかもこの裁判は異例ずくめで進んでいるので、この際、山下俊一氏を今回の皆さんが見ている、国民が見ている目の前の場で、本当に彼がやったことが何であるか、その真実を明らかにするための証人尋問をやってほしいと、しかもその時には、私どもの裁判の意見書を書いてくださった、山崎勝馬19代名誉教授、あるいは第2回の公衆選検査結果について、その問題点を克明に分析して、それが英訳されて今世界で話題になっている北海道の松崎道行医師の2人にも裁判所に来ていただいて、この2人と山下俊一を並べて2人に対して今起きている福島の子どもたちの甲状腺の異常の問題、また諸々の問題について質問をして両方から答えをもらって、その答えの矛盾問題点をお互いに確認し合う、深め合う、そういう特別な尋問手続き、これを退出尋問といいますが、これを裁判所でぜひやってほしいと、要するに山下氏が一方的に言って答えではなくて、もう一方の山崎勝馬氏、松崎医師の見解と照らし合わせて、本当に山下俊一の言っていることがおかしくないのか、間違っていないかについてきちんと吟味をする、そういう証人尋問をやることを申し入れました。これは一人私と弁護団だけでなく、多くの皆さんが望んでいることだと思います。そうだ、この手続きを通じて山下俊一がこの間やってきたことをきちんと全世界の前に明らかにしたいと思っています。いざ、この方針について来週1日裁判所の前で私どもの方針について裁判官と私どもでやり取りをします。このやり取りは非公開ですが、多くの市民の皆さんがこの問題に関心を寄せ支持してくれることが裁判所の背中を押し、山下俊一の証人尋問、さらには山崎勝馬氏たちの法廷における対決という対立尋問を実現することが可能になります。ぜひ皆様の支援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。郡山の問題です。おお、いや、官職は永田町であっちゃうんだろうね。よく合うよね、僕たちって。あ、先輩、どうも、こんばんは。こんばんは。いや、よく合いますね。ねえ、まずはね。はい。今日はどんなことを教えてくれるんですか？いや、大変なことになってるんだよ、官職。福島、本当に大変なんだということが出てまいりますよ。分かってるんだよ。どういうことなんですか？まだ隠してることがあるんですか？隠してるところじゃない。世界のメディアが今福島で行われていることの本当の意味について暴き始めてるんだ。そして相変わらず日本では報道されないわけですね。どんな大変なことなんですか？ではつまりだ、あまりに福島で理解できない世にも恐ろしいことが進行しているために一斉に世界のメディアが動き出したんだ。だから、それはどんなことなんですか？福島における人体実験だ。え？この立役者が2人いる。サークル雄平福島県知事と、福島県立医大副学長の山下俊一だ。福島県知事って、だって県民の命と生活を守るのが仕事のはずじゃ。そうだろう？未だに信じたくないんだが、TBS ラジオの番組で、福
福島に20ミリシーベルトを許容するようにと右に迫ったのは、なんと加藤雄平県知事であるということが取材に当たった記者から報告されたんだ。しかも、ビーリーの公開を拒んだのも加藤雄平県知事だって言うじゃないか。マジっすか。そうなんだよ、ドイツに2つしかない全国放送の公共放送の GDF が放送したドンタール21という番組の8月26日の放送によると、大江さんという人が自分がどれだけ被爆したか知りたくて福島大学に問い合わせたら拒否された。それなら他の県の大学病院ではといろいろ問い合わせたらここでも拒否されたというんだ。病院側の説明によるとだね、佐藤知事から福島県知事が検査をしたいと言っても受けないようにと指示されてるって言うんだ。またまた、わけがわかりません。どうしてなんですか。それはだね、もっともらしい理由をつけてるんだ。あまりに心配な値が出ると福島の学童の教育の機会を奪いたくないとか、人口流出すると復興が遠くからとか、しかしそんな表面的なことではない。僕、なんだか鳥肌が立ってきました。日本人が関心を持たず、日本の大手マスメディアが報道しないでいるうちに、世界のメディアはこの恐ろしい事実に気がついて一斉に報道し始めているんだ。福島でこれから何が行われようとしているか分かったからだ。人体実験ですか。そうだ、この悪魔の行為にはもう一人立役者がいる。この人物には実際に語ってもらえるんじゃないか。はい、皆さんこんばんは。私が山下俊一ですよ。ごめんそう簡単に引っ込めません。私は福島県立医大の副学長ですからね。皆さん、これからは福島ですよ。福島の名前がいっぺんに有名になったんです。もう広島や長崎は負けた。福島の名前の方が世界に冠たる響きを持ちます。ピンチはチャンス、最大のチャンス。何もしないで福島は有名になっちゃったぞ。何言ってんだこいつ。こんなことで有名になったって。まあこの方が桜木のもう一人の立役者なんだ。私たちの感覚では理解ができない。放射能の影響はニコニコ笑っている人には来ません。くよくよしている人には来ますよ。動物実験でちゃんと実験されています。なんだそれ、ニコニコ笑ったりくよくよしたりする動物って。環境の汚染の濃度はマイクロシーベルトが100マイクロシーベルトアワー以下なら越さなければ全く問題はありません。ですからもう5とか10とか20とかいうレベルでは外に出てもう良いとか、どんどん遊んでいいということです。いわき市で外で遊んで良いかという質問に、私はどんどん遊んでくださいと言いました。福島も同じです。心配することはありません。こんなバカな、毎日100マイクロシーベルトということは、これに24時間をかけてその上365日をかけるんだぞ。876ミリシーベルトじゃないか。ドイツの原発作業員は防護服を着て年間許容放射線量20ミリシーベルトだぞ。内部被曝の方が外部被曝よりも10分の1リスクが少ないです。でも内部被曝も外部被曝と同じような基準で議論をしています。
2つのスタンダードを作ると混乱しますから、内部被曝も外部被曝も同じように作っているというふうに考えてもらっていいんです。直接やろう。こんなこと僕だって知っているぞ。内部被曝の方が体の中にとどまっている放射能物質のためにずっと被曝し続けるからリスクが高いんだ。この野郎ぶっ飛ばしてやる。まあ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 、これぐらいで驚いてたりか。次はもっとひどいの。私は安全という言葉を安易に使いません。私は皆様方に少しでも安心してもらえればと話をしています。安心と安全、一体どう違うんだよ。全く違います。安全は誰が見ても安全ということ、これを認知することができます。安心というのは一人一人違います。リスクの認知の仕方が個人によっては異なります。非常に幅が狭いのが安心という気持ちで、安心は誰が見ても安心域なんです。この野郎、わけのわかんねえことを。安全でもないのに安心しろとはどういう神経だろう。こんなとんでもないことを福島県民に言い張る人物が現在福島の放射線管理アドバイザーで福島医科大学の副学長だ。北方市の公園ではこんなことを言っているんだ。福島県の子供は幸せですね。これからはガイガーカウンターを一人一人持って毎日測って数値を記録したり計算したり、科学に強くなる、そういう子供たちになってくださいね。バカにするな先輩。 こんなこと言わせておいていいんですか。そうだよな、そんな言わせっぱなしにはしたくないよな。でも一体どうすればいいんだ。野球審判だぞ。じゃあ今日はこちらの方に避難してきている方がお越しになっているということなので、ぜひその方のお話を聞いてみたいと思います。お名前は長谷川さんです。よろしくお願いいたします。私は昨年の8月、福島県郡山市から家族を連れて静岡県富士宮市に自主避難をした長谷川と申します。8月に避難する前に郡山にいた時に当然この郡山疎開裁判の話を聞いておりました。当時郡山で福島でこの土地を離れるのが最大の勇気だということを訴えることは本当に勇気のいることでした。周りは復興復興という方向に進みつつありました。今の通撃の通りです。彼らが福島があたかも住み続けられる場所だということを触れ回ることによって、福島の多くの人たちが分断されて悩み苦しみました。先日発足した原子力規制委員会の委員長の田中俊一氏は、自らが関わる除染ボランティア団体に向かってコメントを出しておりました。その中にこんな一言がありました。私は今でも除染が最大の福島復興の手段だと思っている。それを否定することは自主避難をした人たちの心を踏みにじり、女性に関わる人たちを冒涜する作業だということを彼は言っておりました。何をか言わんです。福島の人たちを冒涜する一番の行為は福島に子供たちを閉じ込めていることなんです。このことが福島を冒涜する最大のことであって、
文科省を追い詰めて疎開を実現させるからな。行きましょう。10万人100万人やりましょう。お題は甲状腺検査というものです。先日の9月の半ばに福島県で行われている県民健康管理調査というものの結果委員会がありまして、そこで、子どもたちに行われている甲状腺の検査の結果が一部発表されました。それをめぐって、今から、毎週お待ちますが、先輩と官職という2つの人形を使ってより分かりやすく、説明をしていきたいと思います。証明をお持ちの皆さんいらっしゃいましたら、ちょっとご協力の方をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。こちら私が持ってる方が先輩で、それから私の向かって左にいる、あ、マイクです、大丈夫ですか。私の向かって左にいるのは官職という後輩にあたるキャラクターです。わかりました。はい、それでは始めたいと思います。官職員、官職員、はい、官職員、ちょっと大変なことになってきたよ。はい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 、珍しいですね、先輩がそれに慌てているなんて。いやね、本当に大変なことになってきたよ。福島県が行っている県民健康管理調査というもので、とうとう甲状腺がんの患者が1名出てしまったんだ。甲状腺のがんですか。どこの誰が甲状腺がんになったんですか。いや、まだ年齢も性別も被爆した時の状況も一切公表されていないんだけど、でもさっき言った県民健康管理調査というものの7回目の検討委員会というものがあって、私たちの社会裁判の仲間が傍聴して結果を知らせてくれたんだ。それでね、これは大変なことなんだよ。チェルノブイリでも甲状腺が急増し始めたのは4年経ってからだった。甲状腺がんがもっと増えていくってことですか。これからね、嫌な感じの資料をお見せしたいと思います。現場の文科省前にお越しくださった皆さんはちょっと表が見えないと思うので、私のこれからのセリフで、お聞きくださればと思います。この表は甲状腺の異常があったかなかったか、あったとしたらどれぐらいの異常が、大きさの異常があったかを記した表なんだ。甲状腺の異常があったかなかったか、あったとしたらどれくらいの大きさかですか。そうだ、いいかい。表の左側が2011年度、表の右側が、2012年度のこの比較になっているんだけれど、まず見てほしいのが5ミリ以下のしこりか20ミリ以下の濃厚のあった子どもの数は今年2012年の方が約 8% 増えているし、またより大きい5ミリ以上のしこりか20ミリ以上の濃厚があった子どもの数も今年の2012年の方が53人増えているんだ。あ、この A2 判定ってやつですね。 35% が43% になっている。よりサイズの大きい B 判定の方が去年186人だったのが239人だ。どちらも今年の方が増えているんですね。そうなんだ。特に A2 判定の方に関しては
男女の子供の男女全体では 43% だけど、6歳から15歳の女子や女の子に限って言うと増えてしまった数は 50% を増えてしまった割合は 50% を超えているんだ。それから今、それから今のところこの B 判定5ミリ以上のしこりかき10ミリ以上の濃厚なった子どもたちは合わせて425人なんだけど、そのうち二次検査を受けて終わったのが8月31日の時点で38人、さらにそのうちの14人が細胞診実施となった。細胞診ですか？細胞を診察する、診断すると書いて細胞診。綿棒なのでこすったり針を刺して吸引したりして実際に患者の体の部分を採取して調べるものだ。ああ、なるほど。病気の部分を採取して調べるんですね。そうだ、ちょっと細かい話になったけれど、さっき、細胞診を受けた14人のうちの1人に最初に、述べた甲状腺がんが1人見つかったということらしいんだ。はあ、二次検査をしたから見つかったんですね。問題点はまだあるんだ。表が見える方は下の方を見てほしい。濃厚が全くなかった子どもの割合は去年に比べて今年は 8% 減ってしまっている。それに比べて、濃厚ができた子どもの数は濃厚が3ミリ以下の場合で6ポイント、それから3ミリ以上の濃厚ができた子どものポイントも 16ポイントから18ポイントに増えてしまっている。濃厚がなかった子どもは8ポイント減って3ミリ以下は6ポイント、3ミリ以上は16ポイントから 18.3 ポイントに増えたんですね。ということはどういうことなんですか？ということはつまり福島の子どもたちの甲状腺の異常は去年よりも今年の方がその全てにおいて増えてしまっているということなんだ。先輩、それは僕にだって分かりますよ。そうか、でもまだ二次検査の検査終了、検査が終わった子どもたちがまだ1割未満のこの段階で最終的な判断をするのは難しいかもしれない。でも僕たちはこれまでもこうやって寸劇で郡山の放射能測定や仮処分マップなどを扱ってきたように、もう子どもたちが高い放射線をすでに浴びてしまっていて、しかも今もこの今現在も高い放射線を浴びしまっている。だからこそこうやって全ての割合、全てにおいて去年よりも今年の方が甲状腺の異常が増えてしまっているとは考えられないだろうか。放射能測定で分かったのはたった10日間で年間被曝許容量の2倍を浴びたということですよね。仮処分マップの時期ではその後もずっと高い放射線を子どもたちが浴び続けていることをやったんでしたね。そうだ。ところでね、官職、はい、この間の9月19日に、まあ、今ここにいらっしゃる柳原弁護士をはじめ3人の有識者が福島集団疎開裁判の緊急記者会見を行ったよね。あ、はい、僕も YouTube で見ましたよ。今も YouTube で見ることができるよね。で、その折に山崎勝馬琉球大名誉教授、この山崎先生は10月1日にも仙台にいらっしゃってくれますけれども、この山崎先生が次のような発言をしたんだ。山崎先生は琉球大の名誉教授だけれども、沖縄に避難してきた子どもの甲状腺を調べたところ、2月には全くなかった濃厚やしこりがその後8月に調べてみたら7つに増えていた。このことから子どもの甲状腺に集中するセシウム131によって今も終わることなく被曝し続けていると思われる。ということは2011年去年に検査した子どもたちの数値ももし今検査したら同様に増えてしまっているのではないだろうか。こう山崎先生は述べているんだ。子どもの甲状腺に集中しているセシウム131により被曝し続けている、内部被曝ということですね。そうだ。それなのに福島県立医科大学の鈴木真一教授、この鈴木教授はさっき一番最初に言った県民会健康管理調査の検討委員会の担当教授でもあるんだけど、鈴木教授はこう述べている。
チェルノブイリでも甲状腺が発生するまでには最短4年かかる。それに福島では広島や長崎のような外部被曝も、あるいはチェルノブイリのような内部被曝も起きていない。もう矢崎先生とは正反対のことを言って放射線の影響を否定しているんだ。なんでですか。またまた訳が分かりません。誰か説明してください。誰かいませんか、説明できる人。じゃあここで柳原弁護士の説明をよろしくお願いします。福島の子どもたちはもうどん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 しこりや脳胞が増えてしまっていると。一刻も早く福島から離れてもらわないと、このままではさらにどん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 子どもたちに異常が見つかってしまう。さらに今異常が見つかってしまった子どもたちもどん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 そのしこりや脳胞、しこりっていうのは実際には結節っていう言葉になってるんですけども、しこりや脳胞が大きくなってしまう。もうそれを防ぐためには一刻も早く高い放射能のあるところから離れてもらわなければいけない。そういう思いを込めて、寸劇の形にしたわけです。そうなんですけど、同時に福島の人々の生の声やいろんな意見を聴取できる学びの場という側面もあると思うんですね。だから皆さん一緒によく学べていけたら嬉しいと思います。そうですね、私たちがこうやってなぜ演劇の形をとっているかといえば、もちろん、スピーチや弁護士の方々による論理的な説明も必要なんですけども、こうやって目に見える形で直感的に情報を得てほしいと、こういう思いを込めて私たちは寸劇という形での情報提供も毎週毎週続けております。もしここで何か疑問が膨らんで、もっとだから多くのことを知りたいなと思ったら、私たちは当然今ビラも配っていますし、そこに情報もいろいろ書いてありますけども、ぜひインターネットをお役の皆さんは福島集団訴訟裁判のブログを開いてみたり、あるいは、ね、今気になった言葉でいろいろ検索して調べてみたり、それでどんどんこう、ね、膨らませていってほしいなっていうふうに思いますよ。では内山弁護士が準備ができていたので変わります。すみません、準備ができなかったんで私が代わりにしゃべります。今山崎さんは東京にいらっしゃるんですが、ちょっと電話が出なくて、代わりに私がしゃべります。今の鈴木伸一教授が、今回の、小児甲状腺がんは、福島原発とは関係ないと断言した、記事が、報道されてますけれども、これは、鈴木伸一教授あるいはその上司の山下俊一の 3.11 前の言動と全く矛盾します。というのは山下俊一は2000年に、国会で、チェルノブイリ事故のですね、公表した時に票を示してまして、すいません、甲状腺のがんにつきましては、票を示してて、翌年から、ベラルーシで4番に数が患者が1名から4名に増えているという、そういう、ベラルーシのデータを示して、翌年からもすでに、4倍というですね、異常な子どもの小児甲状腺が発生したことを、報告しています。で、昨日の東京新聞でも松本市長の杉村さんが彼自身のチェルノブイリで長らく医療活動を行ってきたときに、ベラルーシの小児甲状腺がんのデータを持ってらっしゃって、それによると同じようにすでに事故の翌年から子どもの小児がんが増えている、4倍増えているというデータをそこで彼は公開していて、こんなことが今頃福島のことで話題になるとは思ってみなかったと、本当に驚いているところで、彼自身もそれを証言しています。山下氏も鈴木氏も全部それのことをですね、重々承知の上で今回の記者会見、9月11日の記者会見をやってるとしか思えません。
はっきり言っても彼らは分かっていて嘘をついています。これは法廷で言えば、法廷で言えば偽証罪です。専門家として単なる良心に外るべきことにとどまらず、犯罪と言われても仕方ないような卑劣な行動です。きちんと自分の嘘を反省して真実を述べるべきだと思います。その上、今回は甲状腺がんは私のデータでは38人の検査の中から見つかったというふうに理解してましたが、今のお話だともっと少ない14名ぐらいの検査から見つかったということですが、山下修一氏は彼自身が 3.11 前の講演で子どもの甲状腺がんは通常100万人に1人ですと、それは日本でも世界でも変わりませんとはっきり言っています。にもかかわらず今回38人あるいは十何人調査した中で早くも1名が見つかったということは、これはもう通常のケースと比べて異常極まりないことを彼自身が一番よく知っています。それを調べてくれて、これは 3.11 の原発ということは関係ないということを断言するのは何を根拠して言っているのか、本当に普通の頭で考えたら彼は頭がおかしかったとしか思いません。もうこれはガラフラな嘘をついているとしか思いません。このこともきちんと自分の嘘を反省して真実を述べるべきだと思います。なおかつ山下さんはなぜこのようなですね、たくさんの比率で福島県の子どもたちに甲状腺の異変が起きるのか、あるいはこんな早くも甲状腺が発生するのかについて、その原因をですね、全く 3.11 と原発は関係ないと言ってるけれども、実は彼自身がその問題を作り出した張本人ではないかというふうに疑われています。なぜなら彼は 3.11 の直後に安定予想材の配布をするなと福島県のアドバイザーに就任した直後にこれを言っており、あるいは甲状腺学会の会員に当てて安定予想材の配布は必要ないと彼が代表を務める学会の会員に向けて内部文書を出しています。これによって多くの子どもたちがもし安定予想材を配布していればすぐ飲んでいれば、このような高い比率で甲状腺の異変や小児甲状腺の発生はなかったことが十分伺われます。なぜなら彼らポーランドでチェルノブイリ事故の後にポーランドではすぐ安定素材を配布したために、1名も小児甲状腺が発生しなかったことを彼はきちんと論文で講演で報告しているからです。彼はこのことを一番よくしていながら、あえてこの安定素材の配布をするなと言った。これは彼が福島で小児甲状腺がんの発生をむしろ目論んでいたとしか思えません。そうだ、こんなことが言われているのかおかしいと思いませんか。そうだ、このことを今後きちんと彼の責任を追及すべきだと思います。そうだ、このことは誰が何と言おうとも日本の警察署が言わなくても世界の刑事国際裁判所に告訴してでも訴えてでも彼の責任はきちんと最後まで明らかにするつもりです。このことを補足して私のコメントを終わります。どうもありがとうございました。ところに呼ばれて話をしたり集会に参加したりしているんですが、行くたびに本当に心が折れる思いです。日本人ってこんなに日本人同士に冷たいんだろうか、冷たかったんだろうか。福島の真実を知らない人があまりにも多すぎる。友達でも福島の状況を話すと、去年の12月でもう収束したんじゃなかったのという。福島第一原発の4号機に新燃料とそれから MOX 燃料、使用済み燃料とで
1500本以上が入っていて、あれのジルコニウム合金が火を吹いたら水をかけても消えないんだよ。そしてその熱で次から次とあの燃料が爆発したら、本当に福島だけではなく、東日本だけではなく、日本を含む北半球全部が大変なことになると、アメリカもそれからヨーロッパも学者さんたちがみんなで警告しているのに、この国は北海道は安全だからとか、私の主人の友達は秋田にいますが、もう私は福島県双葉区の富岡町、帰れないところに家があるんですが、名前は木田と言いますけど、木田さんもどうせあそこが帰れなくなるんだったら秋田に来たらいいよ、秋田は原発がないよ、そういうふうに言うんですね。山形は安心だよとかね、九州はとか沖縄はとか、みんなそう言うんですけども、北海道も九州も四国も、もう日本海側も東シナ海もね、みんな同じなんですよ。なんでそれに気がつかないのかって考えると、自分が情報を取ろうと努力をしないですよね。そしてまたは勉強した人はあまりにも過酷な状況に忘れたいんですよね。でもそれでいいんでしょうか。私も発言をしたり講演会に呼ばれて話をさせていただいたりするんですけど、話を聞きに来ていただいている方は本当に嬉しいんですけれども、だけど東京に来て霞が関の集会デモが行われていて、10万人集まった、20万人集まったといっても、東京都民だけで皆さん1300万人近くいるんですよね。だから20万人集まっても、あとの1280万人は関心がないのだろうか、何とも思わないんだろうか。そして定期で57年間政権を握っていて、日本を原発だらけにして、そして福島がこんなことになって、日本中が大変なことになっても、平気で幼稚園のお遊戯会以下、自民党の党首を選ぶのに原発に賛成か反対かという意見を聞かれて、壇上で原発賛成反対のそのカードを、私は見てないですけど、丸か×かで出したんですか、そういう話を聞いてますけどね。自民党の総裁選選びですよ。壇上で原発がいるかいらないかで、大の男がですよ。安倍晋三は私と同級生ですからね。58歳です。私は大学も出ていません。頭もよ 悪いです。よくないです。だけど、あの人ほどバカじゃないですよ。あの壇上で原発が必要か必要じゃないかで、まるとバツを出す、そんな幼稚園のね、お遊戯会以下のことをしている人たちがまたこの国の政権を取ろうとしているんですよ。皆さんは勉強しているからバカじゃないのって言うでしょ。だけどそれよりバカがこの日本に1億3000万人の中にもっともっといるんですよ。何にも考えない、福島は収束した、放射能を心配したってしょうがない、そう言ってる人がいっぱいいるんです。私はこうやって水戸の県庁前でも、茨城県の東海村とか日立なんか、そういった方たちと活動してますので、1週間おきにしか官邸前には来られません。文科省前にも、前回は官邸裏にも行きました。経産省前でも喋ります。こうやって喋りながらで、ね、本当に帰る時の常磐線のスーパー日立の中では涙がこぼれてくるんですよ。私が頑張ってるとは言いません。皆さんのように関心を持って霞が関に集まって意見を言っている人もいるけれど、今私の前を通っていた女性だってそうです、男性だってそうです。霞が関で働いているその国家公務員たちは自分たちがまるで特別な人間だと勘違いしてるんですよね。上から目線で人を見るんです。
私は福島県から双葉郡富岡町に主人と一生懸命働いて建てた家を置いて、そして水戸で避難生活をして、福島のことを訴えよう、日本をこんな国にした政治家たちがのうのうしてとしている平気なことをしていることを考えようって訴えに来てるんだけど、でもすれ違い都会の人たちは福島のことなんかもう考えてないような、もう本当に収束したような、中には原発はあった方がいいという人があったり、最近福井で活動している石森さんという人が毎朝3時半から4時にメールをくれるんです。石森さん福井県で本当に週に3回も4回も県庁に通い、西川一生あの県知事に抗議をして、県の職員に抗議している人なんですが、その人が毎朝3時半から4時にメールくれるんですけど、福井県民は福島県が地震のあと原発が爆発して8万5000人が家に帰れなくて避難生活をしたり、中通りの人たちが放射能の中で暮らすことになっている、この現実を同じ原発銀座に住んでいる福井県の人が、福島があんな風になったのは交付金で原発を認めた自業自得だろうと言っているという話を聞きました。西森さんは悪い意味で言ってくれてるんじゃないですよ。やっぱり原発のある県で原発をなくすっていうのはそれだけ難しい、依存しきっているんです。そして本当にお念仏のように原発なくなったら仕事がなくなるとかね、原発なくなったら電気が足りなくなるなんてね、そんなこと国民の8割以上思ってないでしょ。だけどそれにしがみついてる人がどれだけいるかということです。なので本当に難しいと感じるたびに、今日も帰りのスーパー日立の中で涙をねこぼしながら帰るんです。でも負けませんよ、頑張ります。私は一人でもね訴えますよ、一人でも頑張ります。だって第2第3の福島が起こった時、私は堂々と胸を張って権力者に歯向かった、お金がなくても霞ヶ関に行って通って通って訴えた、大反対したって私は言えます。何にも行動を起こさずに、そしてきちんとサラリーマンの経験もない、代々政治家をしてきたというだけで政治家になっている、あの自民党の議員たちなんかには負けない、あの人たちよりも一生懸命働いてきた、そして原発の被害も受けたけど一生懸命反対してきた、一生懸命生きたって言って私は死ねる、その分あの人たちには負けない。多分今日もスーパー日立の中で泣きながら帰るとは思いますけども、よく福島の人に頑張れって声をかける人がいるんですが、私は福島の人はもう十分頑張りました、そういう役割を持ちたいと思います。ですからここにいるみんなでこれから財務省に向かいましょう。皆さん待ってください。文科省に向けての抗議の声を上げながら、まっすぐ行って左に曲がる財務省の方に向かっていきましょう。